ベルナボ・ビスコンティキバゾー、スフォルセスコ城、ミラノ・ベルナボと、さキベアトリー・チェルジーナ・デッラスからベルナボ・ビスコンティは、イタリア・ミラノの選手。二人のニー・マッテオ2世及び、カレアッツォ二世と共同統治を行った。ミラノ選手ステーファノ・ビスコンティとその妻の、バレンティーナ・ドーリアの間の三男として生まれた。1346年、オジノ・ルキーの一世と対立して国外に逃れたが、 1349年にルキーの一世が死ぬと別の叔父であるスーキ教ジョバンニによって兄たちと一緒にミラノに呼び戻され共同でミラノの選手となる。1354年に叔父のジョバンニが死ぬと兄二人と一緒に申請を開始しベルナボは家両のうち妻の実家ベローナに近接する東部地域を治めることになった。長兄のマッテイオニセイは 自打落で君主として不適格であり、ベルナボは1355年に時系ガレアッツォ二世と図ってマッテイ王を独殺、その所領王がレアッツォと接班した。1356年、神聖ローマ皇帝カール四世と敵対し、皇帝の代理として攻め込んできたアクイレア総大司教マルクバルトフォンランデックを生け取りにした。1360年、ベルナボは 教皇インノケンテウス6世によって異端の信者だと告発され皇帝カール4世もこれに同調してベルナボを罪人とした皇帝側との争いは1361年7月29日に皇帝側のリミニ領主ガレアッツを一世マラテスタにサンルフィロで惨敗したことで終わった1362年名の夫ウゴリーノ・ホンザーガの死を契機として マントバのゴンザー崖を攻撃した。ベルナボは、複数の敵を相手にしたため、1362年12月、フランス王ジャン2世の仲介で、新教皇ウルバヌス5世と和睦した。この和睦の内容は、ベルナボが占拠したボローニャを教皇領に返還すること、アビニョンの教皇宮殿を訪れて、教順のよう示すことなどだったが、ベルナボはいずれも無視した。 このため1363年3月4日、ウルバノス・ゴセイは、ベルナボに2度目となる波紋宣告を出し、またも、戦闘状態となった。ベルナボの所長詞アンブロージョは、教皇軍の司令官ヒル、アルバレスでアルボルノスに捕らえられた。1364年3月13日に、教皇側とのサイドの和睦が成立し、ベルナボは、ボローニャを教皇軍に明け渡し、 50万フローリンの賠償金を支払って波紋を解いてもらった。1368年の春、ベルナボは規定のベローナ選手、カンシニョーリオと共同で再度マントバを攻撃した。1371年、ベルナボはマントバ側に占拠したレッジオエミリアの領有を認めさせた。続いて、フェラーラとモデナを治めるエステケに攻撃を仕掛けたことで、 強行グレゴリウス11世の怒りを買った。1373年、ベルナボと兄がレアッツォに対する強行の波紋宣告が、またも出された。ベルナボは1378年、ベネツィア共和国と同盟を結んで、ジェノバ共和国を攻めて、キオッチャ戦争を引き起こすが、1379年9月に、バルビサーニョで敵軍に敗れた。ベルナボは、トレッツラタに、 トレッツォ橋を建設させたり、ミラノでのペストの蔓延を精力的に防いだ。しかしウェルナボの先制統治と重税は、多くの領民の遠鎖の的となっており、彼は1385年に、おいで、娘婿のジャンガレアッツォによって廃位された。そして、トレッツォスラッダの城に閉じ込められ、同年12月に毒殺された。その末路は、ジェフリー,チョーサーの カンタベリー物語、修道像の話において、暴君失滅の典型例として紹介されている。死後、ベルナボの墓を飾る彫像として、彫刻家、ボニーノ・ダ・カンピオーネの手になる、騎馬像が制作された。騎馬像は当初、ベルナボの墓があるサンジョバンニン・コルカ地下聖堂に置かれていたが、現在は、スフォルテスコ城にある。1350年9月27日に、 ベルオーラの選手マスティーの2世の娘レジーナと結婚した。妻との間には15人の子女を設けた。ベルトラ・モラグ・ラッシュとの間に以下の子生児を設けた。モンタニノ・デ・ラッツァーリとの間に以下の子生児を設けた。ジョバノ・ラ・モンテベレットとの間に以下の子生児を設けた。ドニーナ・ポロとの間に以下の子生児を設けた。この他にも母親不明の子生児がある。 ありがとうございます。